結構難しい質問なんですけど、あのそもそも感染がどうやって立ち上がって、収まっていくのかっていうのは、ある意味自然現象なのかもしれませんけど、簡単には説明できないところはあると思います。ただ、いわゆる我々が言うところの第一波と今の状況を比べてみて、やはり違ってきたなと思うのは、例えば今日の東京都 そのモニタリングの解説でも出てきますけども、感染している状況の中身がだいぶ分かってくるようになってきたというのはありますよね。例えば感染経路にしても会食がとか、そういったところが具体的に見えるようになってきたというところあると思いますし、あとは、そもそも感染のリスクの高い場ですよね。一般論で言えば3密なんだけれども、例えばこういう例えば飲食店で例えばマスクを外してお話をしたりですとか、といったかなりそのリスクの高い場が目に浮かぶ形で具体的に分かるようになったというのがあって、でそこに対してある意味そこを絞って対策をしてきたということは、あの前回との違い、大きな違いとしてあるんだと思います。で、我々その対策を考え、あるいはその支援をする側からすれば、それにある程度効果があったとは思いたいと思っています。だからそんな簡単に言い切れるものではないと思っているんですけども、やっぱり前回との違いがあるとすればそこですよね。やっぱり経済活動のことを僕は語るべきかどうか分かりませんが、ただ一般的な形で考えれば人間の活動が保たれるということは、これは誰だって大事だと思ってますので、それを保ちながらでも感染を抑えるという意味では、リスクの高いところスポットをちゃんと見極めて対策をしていくということは大事だと思ってますし、これは皆さんにも納得いただけると思うんですが、ひょっとすると今回の状況はそうしたのが少し功を奏しているというのが事例なのかもしれません。で、私としてはそうしたそのポイントを絞った対策をやっぱりやっていくべきだというのは個人的な考えですね。で、じゃあ次にぶり返すときはどういうときなのかという話なんですけども、もちろん我々がまだ見出せていないようなリスクのある場というのはあるのかもしれないですね。で、そこに対して我々が目配せをして、例えばそこから陽性者が出てるけれども、そこがリスクが高い場だとかってことが認識できないなんてことがあると、ちょっと認知するのは遅くなるのかもしれません。言い方を変えれば、そういう場がないかどうかくまなく常に検査をしながら探していくってことは必要だと思いますし、またもう今例えば飲食の場がよく話に出てきますけど、リスクが高いってことは分かっているし、そこで対策をすれば感染をしないってことも分かっているんですが、やっぱり人間のやることなので、気持ちが緩んでくると、今まで通りに元に戻してもいいじゃないかというようなことが起こるかもしれません。そうすると当然患者さんは増えますよね。増えうるとすれば、そういったところからほころびが出るんじゃないかなと個人的には思っています。